あれ、人気 YouTuber の丹羽くんですよね。何してるんですか。休んでる。人気 YouTuber じゃねえじゃねえかよ。ジュアイパークさんですか。人違いです。なんだっけ、ブチュって全部腹が立って。いやもうこれ家の中に巣作り出しちゃったじゃん。もう最初はそうだって。いや多分家の中にいっぱいいたんじゃない。か元から。じゃ俺がやるからさ。はい。あれ俺はお前は見てればいい。あ、そうですか。行きます。3、2、1、発車。台風に対しての意気込みをどうか。家が壊れなきゃいいですね。今日はカーポート話ですが、意気込みは怪我なく安全にやりたいと思います。ちょっと待って、これなんで前切ったの。後ろ切れって言われたの、はい、自分の勘違いです。差し入れもらったんですけど、丹羽くんのファンクラブの方。すげえ、名前とは聞いてないですか。名前聞いてないよ。おじいちゃんだった。おじいちゃん。ちなみになんでいつもこのお茶なの。いや、なんかいつも飲んでるイメージが濃いお茶だ。お前が毎回買ってくるからいつもこれ飲んでんだけどさ。瓦おろしですが、その意気込みをどうぞ。天井がもう腐っちゃってるんで落ちない、落ちないように気をつけます。屋根じゃなくて。屋根です。はい、行きましょう。コーヒーお願いします。わかりました。え、何。いや、これと、あの、これあとブラック以外全部あったかくなってました。人を飲めない。加藤の方で。加藤、わかりました。細かいですが金取るんだ。違う。それを着て、その意気込みは。これを着ての意気込み、まあ、あの、ちょっと意外とこの頃暑いんで、これを着ながら。すごい嫌な歌。歌じゃない、お経。歌じゃない、お経。その歌の意気込みは。意気込みは二度と聞きたくないです。そこ死んでるらしいよ。あの石膏ボード縛ってなかったことについてどう思われますか。それは、すいません、それは自分のミスです。申し訳ございません。車を寄せた意気込みをどうぞ。どんな気持ちで今車を寄せてたんですか。めっちゃ無心でした。無心で危なくないんですか、運転して。あ、危ない。朝からカロリーメイトを食べてた意気込みをどうぞ。どんな気持ちでカロリーメイトを食ってたんですか。いや、今日の仕事頑張るために。おお加工でなんだよ。あれ、サッカー日本代表の牧野選手じゃないですか。全然似てないですよ。あれ、大谷選手じゃないですか。早くないですか。あれ、サッカー日本代表の久保選手ですか。何もかすってないですな。ブラジル食買いますか。はい。このベルトへのこだわりをどうぞ。たまたま見ない、直感で選びました。直感。直感で。その意気込みは。意気込み。直感への意気込み。だいぶ難しいですね。え、切れ字なの。その意気込みをどうぞ。ベルト青いじゃないですか。本当だ。あれ気づきました。で、そのベルトの絵は何かあんの。いや、これは特に。これはもうスペアです。あ、そうなの。これスペア。じゃあ青くした意気込みをどうぞ。青くした。待って、スペアって言って意気込みもないもん。なくないですか。意気込み。青くした意気込み。なるほど。なるほどってなんだ。だいぶ難しいですね。なんすか。こけし。拾わなきゃかった。いや、もう手遅れでしょ。え、もうで。呪われる。ほんと。うん、それから俺の元カノにそっくりだ。やめろよ。多分スポンって抜けんだ。抜けるとやべんだよ。おたき上げしかないよ。